コメントシュート高橋エドゥアルドレオセアラ特に前を向く関根そして小泉へ小泉ヘディングゆるきのヘディングシュート34分先制浦和レッズシャープないいボールでしたね本当にね速いボールでしたからゆるきにしてもそんなにね強く振る必要はなくてコースを変えるだけでよかったですからね、はい、小泉のやっぱりクロスの質でもやっぱゴール前にですね裏を一発狙うボール今度は右にそして上がっていた湯沢湯沢は前に行く湯沢のスピードが勝ちましたシュートへゴール群馬今日2点目2対0福岡これ2対の状況ですかワンツーですよねでそのまま右足クロスいいタイミングで入ってきたフワンマが右足で流し込むそんなに難しいプレーじゃないんですけど一つ一つのプレーが精度が非常に高かったですね4人入ってきていますベルディここを使うこの狭いところでも狙いを持って戻して外にでモーションだけ左足で広げる中もあった狭いのが入ってチャンスだったガルディ先生小池純喜13点目イエスいや見事な崩しでした一度まあ松本からするとベルディの阿部と合わせてで逆足のボランチというところは少し面白いですよねもうレアンドルの前でカットをしました上島そのままアドバンテージ見ていますプレーオンですクリスティアーノからスペースへここはホセアは走らせるバウンドするさあかわしたキーパーかわしたホセアどうかな決まった先制柏レイソルですホセアがただクリスティアーノですかね受けて決断が早かったですねここでもう走り出したところで、まあ、抜け出してるかどうか微妙だったと思いますけども送り込んで少しバックスピンかかったんでしょうねボールが止まりましたね頭の としてはそうですねペナルティーエリアまでボールが来ると思ったんでしょうけども来なかったので躊躇してしまいましたねただそこをよく狙ってましたし狙ったよりさらにマイボールにしっかりと収めてシュートまで決めましたので細谷見事でしたね一方ギラバンツ北九州小林監督はパスを出した後のサポートをしっかりとやる2トップのポジション関係性よくしようともう一度気持ちを一つにして戦おうというコメントシュートが出た高橋大吾決まりま、まあ、この反転したところで、はいまあ、しっかりとそのもう捉えてますよねシュートまでのイメージをそうですねいやあのコース打たれたらもうどのキーパーも対応できないですよねいやもう鳥肌立ちましたこれはスルーパスはカットオープンな展開になってカルドーゾではなくて逆サイドよく見てましたね、庄司がつきますシュート打った3点目を奪ったのは仙台西村が3ゴール目まあここ中田選手でしたここからねカルドーゾ選手が引きつけたこのスペースをうまくと、西村選手が使ってこのシュートですよね最後、はいまあ、ここもよく落ち着いてましたよね、こうまあ仕掛けながら少し角度をつけて真ん中に入ったボールは、うん、おーゴールイン難しい体勢決めましたサネト逆転ゴールはセンターバックここで少し相手に荒木選手に少しこうマークねタイトに疲れてますけど、まあ、うまく後ろ向きで合わせましたよねオーバーヘッド気味もう、はい、いやいやうまいですね、ロングシュートに行く決まったか決まったゴールだ秋山は移籍後これ
エドゥアルド、エドゥアルドがまたしても決めました。2試合目っていうところがやっぱりこうある程度残ってたと思いますし、はい、まあ、シュートのスピード角度コース、まあ、完璧だと思いますし、まあ、解説なんで、はい、こういろいろなことを言わないといけないんですけど もう完璧すぎて理屈の人に、ね、はい、言うことがないなって感じしますけども、はい、まあ、ファーサイドのところで、まあ、権田も多分意識して、うん、もう多分これ打った瞬間でファーサイド来るなっていうところは、レオセアラこの人直接フリーキックも持ってます。止まらない浜のストライカーで、この音、まあ、かなり強烈な、まあ、シュート放ちましたけど、うわ、まあ、大迫選手を構えているサイドにそのまま突き刺しましたけど、まあ、スピードといいコースといいこう完璧なフリーキックでしたね。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification